菅直人、接種を批判も息子の選挙を応援し続ける。これまでに接種を批判されていた立憲民主党の菅直人さんがご子息の菅源太郎さんの選挙運動を応援し続けているとして批判が出ております。現時点で確認できるだけで16日と18日の朝と晩に選挙運動を行われておられますが、こちら G の声では、 自由選挙を維持するために世襲も認めておりますけれども、まあ、菅直人さんというか、まあ、親からすれば、まあ、子供はいつまでたっても子供であり、まあ、自分と同じ職業を目指してくれるということでう、まあ、嬉しいのだろうなとは思いますが菅直人さんがこれまで行われた世襲に対する批判と矛盾が生じてしまっておりますのでご子息の選挙の投票日までに国民が 有権者が納得できる形で説明責任を果たしていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。